アルベルト杉は、イタリアの画家。エミリア・ロマーニャ州フォルリチェゼーナ県チェゼーナ出身。1950年代から独学で美術制作を開始し、著名な現代美術の画家として活躍した。2005年には、イタリア政府から文化勲章に相当するビットリオ・デシーカ賞を授与されている。1928年10月5日。 エミリア・ロマーニャ州フォルリチェゼーナ県の町チェゼーナに生まれる。少年期から青年期にかけて独学で絵を学び、第二次世界大戦や王政廃止などの激動を経た1950年代のヨーロッパで流行したリアリズム芸術運動を通じて作家活動を始めた。しかし主流であった社会主義リアリズムとは一線を画して、後に実存主義的なリアリズムと評される。 方向性を追求した。彼の描く作品は常に連作形式であり、緑の絵、夕食、家族の想像と記憶などを制作している。1970年代から、ベネツヤア・ビエンナーレ及びローマク・アドリエンナーレに代表される一定期間を空けての美術展覧会に入賞を続け、次第にその名を知られるようになった。1977年には、 故郷ボローニャでの展覧会が開かれている。外国での評価も高まり、サンタンジェロ城やブダペスト純粋美術館、プラハ国立美術館などでアルベルトの作品が展覧された。その後も1994年にローマク・アドリエンナーレの審査委員に選ばれたほか、2005年には映画界でのリアリズム運動の機種であった映画監督、 ビットリオ・デシーカの名を冠したデシーカ国家芸術賞をイタリア政府から授与されている。同年末から2006年にはこれまでの作品群を集めた回顧展がパルマ市内にあるファルネーゼ家の離宮で開催され、様々な題材や技法で制作されたアルベルトの作品が一堂に会した。2009年5月、シチリア島のパラッツォ・サンテリアで再び大規模な回顧展が開かれ、 同年9月には、イギリスのイタリア文化会館も開かれている。晩年にも80歳を近い年齢ながら旺盛に、作品制作を続け、2011年に制作された、霊気と氷の世界が、ベネツヤ・ア・ビエンナーレで展示されている。しかし、最後の作品を制作した翌年となる2012年3月31日に、故郷チェゼーナで倒れ、83歳の生涯を閉じた。 日本では2006年5月に起きた日本人作家による盗作疑惑を通じても知られている。2006年、日本の芸術戦勝に選出された和田義彦の作品にアルベルトの作品と禁似したものがあるとの当初が行われ、文化庁による調査が行われた。和田の盗作否定に対してアルベルトは和田を強く非難した。6月5日、 文部科学省は、和田への文化大臣賞、芸術編賞受賞の撤回を決定した。この一連の騒動に対して、ローマの日本大使館を通じて、小坂賢治文部科学省と、河井隼文化庁長,長官の連名で、謝罪書簡が届けられた。文面にはイタリア語で、大きな騒ぎに巻き込み、迷惑をかけたことを遺憾に思います。 将来同じようなことが起きないよう努力しますと書かれており、和田の芸術戦勝文部科学大臣賞を取り消したことも正式に報告された。これによりアルベルトは告訴などの措置を取らない意向を表明し、事態は収束した。ありがとうございます。